セリーグ巨人 6-0 中日、2018年5月11日東京 D、巨人先発の菅野が7者連続三振を奪うなど、中日打線を翻弄。今季2度目の完封で自身4連勝を飾った。打線も菅野を強力に援護し、12安打で6得点。投打ががっちり噛み合い、チームは3連勝となった。先手を奪ったのは巨人。2回にゲレーロの2塁打で唇を切る、記事全文を読む。